1+1 が3にも4にもなる高単価。今日もあうんの呼吸を見せつけていくのでありましょうか。さあ、アメリカからの刺客がのしのしと入ってまいりました。ガンガン行け、頑張れ。ハンディキャップマッチ30分一本勝負を行います。青コーナーエディットレスラー、行け、頑張れ。エディットレスラー、頑張れ。赤コーナーエディットレスラー、いけ、ガンガンいけ。レフリー田山雅夫、さあ運命の鐘が鳴った。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、打ってまいります。全身でぶちかましてまいります。おっと、チョーク攻撃であります。このポーズです。チョップがうなってまいります。組み合います。逆に返します。おっと、おなじみのサムアップであります。ロックアップ、あと返します。組みに行きます。切り返します。これは苦しい、チョーク攻撃です。あのね、プロとして当たり前のことだと思うんですが、レスラーはお客さんに見せる体というものを作り上げるため、本当に体を極限まで鍛えますよね。ええ、まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい。返してまいります。喉元に打ち込んでまいります。掴んだ。キックで返します。蹴ってまいります。抱えます。パンチで返します。掴みます。あっと、エルボー、掴んだ、させません。掴みます。顔面を狙ってまいります。ハンマーが襲ってまいります。スイッチしてまいります。掴みます。ハンマーを振りかざします。掴んだ、キックで返します。掴みます。させません。フロントからのキック、腰を落とします。バックフリップで落としてまいります。ナックルを打ち込んでまいります。
ラフ殺法に転じます。ハンマーを打ち込んでいきます。掴んだ。ボディスラムです。行くのか。投げてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。グーを打ち込みます。あーっと膝蹴り、踏みつけてまいります。エルボー掴みます。エルボーを振り落とします。掴んだ。ハンマーを振りかざします。バックに回ります。あー、脳天2だか。浴びせていった。掴んだ。あっと逆に蹴っていった。エルボーを入れていく。ここでタッチだ。頭を掴んで、あっと噛みつき、ロープに逃れました。ガチッと組み合った。弓を引く鉄拳。いけるか。場外に落とした。場外に降りる。バックを取って、アタミックトラップで打ちつけた。足を殺していった。ストンピング、首根っこを掴んだ。容赦のないヘッドバット攻撃。ストンピング強烈。リングに戻ります。ここでスイッチ。10分経過。フロントに捉えた。させません。タックルぶちかわし、ストンピングを叩き込む。組み合った。あっと返した。いけるか。ロープに振ってジャンピングしてのエルボー。カメルクラッチの体勢だ。腕をフックした。フロントから叩きつけた。起こした。そのままプレスしていった。そのまま全体重を預けていった。あと逆に倒した。このポーズ。あと金的か。首根っこを掴んだ。弓を引くネックだろう。抱き起こす。あと逆に投げていった。さあタッチ。相手を挑発した。頭を掴んで厳しい攻めを見せる。腕をフックした。リング上の殺虫剤 DDT。 抱えた。あーっと引っこ抜いた。フロントスープレックス。今クリーンヒットしましたね。はい、グロッキー状態か。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよね。
ロープに飛ばした。キック強烈。あと、うまく切り返した。小脇に抱えた。15分経過。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね。こっから自分のペースに持っていきたいですね。抱えた。オクラホマスタンピート。ストンピング強烈。ガジェット組み合った。巻き投げで切り返した。どうか。ロープブレイク。蹴っていった。ハンマーパンチ強烈。腰に手を回した。打たせない。担ぐか。エルボーで返す。ボディアタック強烈。フィニッシュ宣言か。チョークで締めていった。肉体を躍動させる。蹴り上げていく。いけるか。そのまま締め上げる。ハンマーを振りかざす。顔面キック。カバーした。いや、消耗戦になってまいりましたね。そうですね。ここからはスタミナ勝負になってくるはずですよ。キック。張り手。バックを取って、バックドロップが綺麗にセンスを広げた。ここでタッチだ。掴んだ。あと逆にキック。組み合った。ラリアット投げ倒し。場外に移行した。バックに回った。あっと急所。地獄好き強烈。立たせていく。リングに戻ります。20分経過。20 minutes past。 奥歯を噛みしめた。あと逆に返した。見栄を切った。引き起こす。喉元を捉える。首根っこを掴んだ。金的攻撃。小脇に抱えた。エルボーで切り返す。腕をフックした。あと耐えた。抱えた。あ、逆にパンチ。脳天チョップ。顔面蹴り上げる。さあタッチ。小股に挟んだ。パワーボムが決まった。カウント3つ。カウント3つ入りました。Thank you.
夢をつかめ、今入ってまいります。さあ、戦いのエクスタシー、早くも観衆を自分のものにして堂々の入場であります。ガンガン行け！行けよ！シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ、エディットレスラー頑張れ、行け、ガンガン行け。赤コーナー行け、エディットレスラー行け。レフリー田山正夫、行け。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ桃田さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運べるか、それがポイントになると思いますね。ありがとうございます。ハンマーを振りかざします。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。行くのか、ロープに振ってでぶちかまします。足を狙ってまいります。組み合います。コーナーに振った、コーナーに打ち捨ててまいります。掴んだ、ハンマーが襲ってまいります。ロックアップ、ボディースラムで叩きつけます。トップロープを奪う、ここは戻ります。エルボー組みに行きます。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実しているとみてよろしいでしょうか。そうですね、二人とも肌の色つやがいいですよね。これは調子がいい証拠だと思いますよ。ああそうですか。ハンマーを振りかざします。行くのか、ロープに振った、ショルダースルーで投げてまいります。エルボードロップ、張ります、掴みます。阿部さんには勝てるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚いこの男のレスリングというものは、まさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。掴んだ、キックで返します。ロックアップ、あと返します。2位を落としてまいります。組み合います。ロープに飛ばした、この辺り気迫がすごいですね。そうですね、いい顔してますよ。掴みます、ハンマーを打ち込んでいきます。高周波数の音が館内に響きます。組みに行きます。逆に振り返して全身でぶちかましてまいります。ロックアップ、この辺の技の展開いかがですか。そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね。いい攻め方だと思いますよ。ああなるほど、逆に投げてまいります。抱えます、バックブリーカーで背骨を攻めていきます。ロープでブレイクしました。
行きます。パンチで返します。掴んだ。頭突きを打ち込みます。組み合います。リング下に落とします。リング下に降ります。行くのか。お気をつけください。あっと、逆に捉えた。させません。組み合います。逆に返します。こうやってね、1点を狙っていくのは効果的ですよ。後々効いてきますからね。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。リング内に戻ります。行くのか。デンジャラスエリアから投げを見舞った。組みに行きます。ロープに振った。ラリアット。フィギュアフォーレッグロック、足4の字に入ります。掴んだ。ストバックに突き刺さります。腕を回します。ブラインバスターで叩きつける。抱き起こす。バックドロップ、岩石砕け散る。腕を取った。あっと、逆に切り返した。腕を殺していった。腕を回した。ブレインバスターで投げつける。起こした。抱えた。ボディースラムで投げつける。コーナーに登って。10分経過。立たせていく。バックに回った。バックドロップ気味のジャーマンスープレックス。足を殺していった。抑え込んで。どっから来るんですかこの力は。そうですね、意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。ああ、脳天通だか。あと、うまく切り返した。ドロップキックが突き刺さる。雄たけびを上げた。引き起こす。組み合った。キャプチュードで捕獲した。抱き起こす。バックを取ってエルボーで返す。トップロープを狙う。ダイビングしたらラリアット。エビに固める。カウントトゥー。気合を入れた。担ぎ上げるのか。さあ、がっちり決まった。これはちょっと苦しいですね。あっと、ドロップキック。ラリアット。片エビに持ち込む。ロープに逃れました。腰に手を回した。ジャーマン肩口から落っこった。片エビに持ち込む。ここでロープブレイク。エルボーを入れていく。抑え込んで岩壁の母の胸に抱かれました。容赦のない攻めだ。残り時間5分、5 minutes left。 放っていくのか。ダイビングラリアット。いけるか。キャプチュード。
さあ、まさに全てがメジャー級のこの男がド派手に入場してまいります。さあ、全てが未知数でありますこの男、入場してまいります。行けよ、頑張れ。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー頑張れ、エディットレスラー頑張れ、ガンガン行け。赤コーナー、エディットレスラー頑張れ。レフリー田山正雄。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。 DDT で切り返した。抱えます。キックを打っていきます。ブロックします。ロックアップ。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか？まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああ、そうですか。掴んだ。ボディースラムで叩きつけます。行くのか。逆に倒します。返してまいります。あっと、ホイップしてまいります。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか？いや、あのね、全部は聞こえないですけど、聞こえますよ。まあ、苦しい時とか本当頑張れますからね。ファンの声援っていうのは本当ありがたいもんですよ。そうなんですか。逆に投げてまいります。組み合います。逆に振り返して、この辺り引き出しの多さというんですか、
何か奥が深いですよね。そうですね、技のつなぎはうまいですね。的確ですよね。ロープに振った、ホイップしてまいります、蹴りを見舞ってまいります。このあたりまさにプロのレスリングであります。組みに行きます。いや、目まぐるしい展開ですね。互いに動きが止まりませんね。ロックアップ、対角線に飛ばした。こうやってね、1点を狙っていくのは効果的ですよ。後々効いてきますからね。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。腕をフックします。こうやって倒れる時にね、受け身を取ることによってレスラーはダメージを防ぎますからね。この辺が奥の深いところですよね。ああ、そのあたり注目して見てまいりたいと思います。抱えます、ボディースラム、ストンピングを叩き込んでまいります。あっ、マッケンロー、ヒールキックがこめかみに入った。掴んだ、キックで返します。乾いた音が館内に響きます。ボディースラムです。腰を落とします。リバースで返します。エルボードロップ落としてまいります。行くのか、バッとホイップしてまいります。抱えます、ボディースラムで投げてまいります。回転してまいります。サンセットフリップ、ラリアット、2位を落としてまいります。組み合います、フライングメイヤーで倒します。ドロップキックを放ってまいります。さあ、監獄固めの体勢であります。腕を捉えます、逆に返した。ああ、意識朦朧か、バックに回った、背骨に打ち据える、トップロープを奪う、リングに戻ります。ドロップキック強烈、そのまま浴びせていった。ここでロープブレイク、いけるか、あと逆に返した。いった、ロメロスペシャル、ロープに逃れました。腕を回した、ブレインバスターで叩きつける、抱き起こす。10分経過、10分経過、コブラツイスト、組み合った、正面から投げを見舞った、逆エブで一気に反り上げる、腕をフックした、シュミット流で倒していった、うまく切り返した、ガチッと組み合った、あっと首から突き刺さった、足を打ちつけていった、決まり具合いかがですか。これは綺麗に決まってますよ。ガチッと組み合った、逆に振り返して、ナダル式フランケンシュタイナー、雪山遭難約1名、放っていくのか、あっとミサイルキック、
ブレンバスター行くのか。バット逆に投げていった。腕を取った。バット返した。組み合った。ロープに飛ばした。変形のストレッチ系に持っていく。いけるか。ロープに振った。倒していった。ストンピング。あっとクロス式のキャメルクラッチか。15分経過。15ミニッツパース。蹴っていった。強烈逆エビ固め。組み合った。場外に落とした。フロントキック。ガードした。全体重を落としていった。起こした。ガジェット組み合った。お気をつけください。あっとパンチ。リングに戻ります。いけるか。あっと逆に切り返した。立たせていく。奥歯をかみしめた。反撃するならここですね。ここから突破口を開きたいですよね。抱えた。猛虎剣幕高いブリッジ。ロッププレイク。首根っこをつかんだ。させません。そのままプレスしていった。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ、ね、コーナーに振って。さあ世知辛い不況の真っ只中のこの時代にまさにオアシスのような存在であります。さあ強烈なユニットが結成されました。
その姿を今表します。ユニットが結成されました。その姿を今表します。頑張れ。タクマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー行けよ。エディットレスラー頑張れ頑張れ。エディットレスラー赤コーナーエディットレスラー頑張れ。エディットレスラー頑張れ。レフリータイマーマーさん行け。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。掴んだ、ラフ殺法に転じます。掴みます。ラフな展開になるのでありましょうか。行くのか、弓を引くナックルであります。重いチョップであります。掴んだ、張ってまいります。鉄拳を見舞います。組みに行きます。コーナーに振った、カウンターで返します。コーナーに登って高々と抱え上げて、そのまま真下に落とした。組み合います。スモールパッケージで丸める。技の仕掛けが早いですね。勝負に行ってますね。ええ、間をとスイッチしてまいります。ローを打ち込みます。ロックアップ、コーナーに振って走り込んだのエルボー、相手を挑発してまいります。行くのか、対角線に飛ばした。ドロップキックであります。そのまま腕を取ります。ロープにブレイクしました。
ープブレイクです。組みに行きます。ロープに振った。キックを打っていきます。逆に振り返して腕をフックします。強烈に打ち込みます。ブレンバスターに取ります。ストマックへの攻撃であります。腕を取ります。返してまいります。足を抱えます。パンチで返します。ハンマーを振りかざします。ここでタッチです。蹴りを見舞ってまいります。掴みます。このあたりラフに転じてまいります。抱えます。ボディースラムです。掴みます。いやらしい攻めを見せてまいります。腕を回します。ブレンバスターで投げ捨てます。組み合います。切り返します。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターでぶん投げます。ロックアップ顔面を狙ってまいります。ロックアップ逆に振り返した。そのまま倒してまいります。空中戦を狙いそうだ。ここは戻ります。組みに行きます。させません。小脇に抱えます。エルボーで返します。ランニングしたらエルボー、カイナ力で締め上げてまいります。汗がミストとなって飛び散ります。ナックルを打ち込んでまいります。ドロップキックを放ってまいります。腕を回します。ブレインバスターで叩きつけます。行くのか。逆に振り返してソバットを放ちます。このあたり切れ味鋭いですよね。そうですね、シャープに入ってますよ。ええ、こういうペースの持っていき方はうまいですよね。これで自分のペースに持っていきたいところですよね。うん、チェンジオブペースといったところですね。ストンピング蹴りつけてまいります。組み合います。ロープに振って強烈なキックです。バックに回ります。エルボーでブロック。リング下に降ります。お気をつけください。フロントからのキック、キック、あっ逆にパンチ。抱えた。ブレインバスターで叩きつける。リングに戻ります。リングに戻ります。ここでスイッチ。組み合った。逆に振り返した。腕を取った。腕を取って切り返した。あっとエルボー。いけるか。場外に落とした。あっと一回転して飛んで
ージ強烈。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで投げつける。腕を取った。あっと切り返した。15ミニッツパース。リングに戻ります。ここでタッチだ。さあタッチ。エルボーを打ち込む。足を打ちつけていった。奥歯を噛みしめた。エルボーを入れていく。ラリアット。足4の字固め。プロレスワードのイルハを繰り出す。ガジェット組み合った。締め上げていった。ハンマー気味のパンチ。あと脇固めに取った。気持ちで行くしかないですよね。はい。肉体を躍動させる。蹴っていった。張り手。フロントキック。おっと丸めていった。ロボットに逃れました。20ミニッツパース。あと逆に投げていった。ここでタッチだ。チョップ強烈。いけるか。あっと投げていった。放っていくのか。リングに戻ります。蹴り上げていく。蹴り上げていく。エルボー強烈。場外に降りる。お気をつけください。フロントキック。腕をフックした。ブレンバスターで切り返した。引き起こす。リングに戻ります。リングに戻ります。組み合った。巻き投げで切り返した。立たせていく。バックに回った。ジャーマン。綺麗な人間鏡。カウント 2.89。 重低音バズーカ。あっと逆に切り返した。あっと逆に腕を取った。あっと逆に切り返した。あっと逆に返した。
サイドを取った。強烈バックだった。トップロープを奪う。空港か、膝バックだ。25分経過。いけるか。25 minutes pass。あと後ろに投げていった。起こした。バックを取って。ジャムスープレックスホールド。カウント 2.5。 まだまだです。クビレコブロックした。さあがっつり決まった。これはちょっと苦しいですね。ガジェット組み合った。あっと返した。エルボー強烈。フットスタンプ踏みつけ。抱き起こす。頭を掴んで。させません。腕を取った。脇固めに持っていった。戦いのエクスタシー、早くも観衆を自分のものにして堂々の入場であります。ガンガン行け！シングルマッチ
時間無制限一本勝負を行います。青コーナー255ポンド頑張れショートポポビッチ、頑張れ。赤コーナー頑張れ230ポンドミステリーマン、頑張れ頑張れ。レフリー田山雅夫、いけ。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。蹴りを見舞ってまいります。足を抱えます。あっとエルボー組み合います。逆に振り返して、さあここで行くのか、顔面ウォッシュ、空中戦を狙いそうだ。おお、高いところから一気に叩きつけた。腕を回します。強烈に打ち込みます。足を取ります。肘を打ち込んでまいります。あのね、プロとして当たり前のことだと思うんですが、レスラーはお客さんに見せる体というものを作り上げるために本当に体を極限まで鍛えますよね。ええ、まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい。エルボー、行くのか、ロープに振って、組に行きます。両者ともお互いの力量を探るような展開ですね。これがまさにプロのレスリングですよ。こういうのをよく見てほしいですね。あ、そうですね。あっと逆に丸めていった、ロープにブレイクしました。落ち着いていきたいですね。焦りは禁物ですよ。え、慎重にいきたいですね。抜けてまいります。足を取ります。あっとそのまま倒します。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、仕方ありませんよ。そうですよね。足を狙ってまいります。キックを打っていきます。足を抱えます。あっと、円陣切り、ストンピングを叩き込んでまいります。ロックアップ、ロープに飛ばした、スリーパーホールドに入ります。気合を入れてまいります。頸動脈を狙います。頭突きを打ち込みます。抱えます。エルボーを入れていきます。首筋へのチョップです。チョップがうなってまいります。組み合います。ロープに振った。こうやって倒れることが弱く見られることもあるんですが、これは要するに衝撃を受け流しているわけですからね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。逆に返します。ロックアップ、あと返します。こういう技なんですが、次の日耳ずばらになるんですよね。そうですね。でもレスラーは逃げることを許されませんからね。ああ、今よく切り返しましたね。あのね、今のはもうとっさのひらめきですよ。バーカタラッパ、あとうまく切り返した。ノーザー行くのか、あと逆に蹴っていった、バックに回った、スリーパーホールド、あとキャッチした。
あっと、そのまま倒していった。外した。足を抱えた。後頭部演じストンピング。体を預ける。トゥーカウント、まだ足りません。ガジェット組み合った。逆にロープに振った。さあここから顔面ウォッシュに持っていく。立たせていく。コーナーに登って、コーナー最上段から円錐蹴り。起こした。小脇に抱えた。バックドロップ。岩石砕け散る。抱き起こす。腕を取った。チキンウィングで固めていく。掴んだ。10分経過。エルボーで返す。腕を回した。そのまま腕を決めていった。組み合った。逆に返した。抱えた。ブレインバスターで投げつける。決めに行くのか。カウントは入る。もうこれは逃走本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。ブレインバスターで叩きつける。放っていくのか。ダイビングヘッドバットが降ってきた。いけるか。小包み固め、スモールパッケージ。ロープブレイク、ロープブレイク。タックル。おっと、外した。蹴っていった。ガジェット組み合った。正面から投げていった。カバーした。カウント 2.8。 そうは今夜は下ろしません。見栄を切った。組み合った。あと逆に倒した。トップロープを奪う。ヘッドバットを落としていった。タックルで倒した。おっと、外した。エルボー強烈。パンチの速射砲。そのまま体が